安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さんこんばんは、安田雅史です。的場浩司です。この番組は我々若手俳優安田雅史と的場浩司がお送りしておりまいります。はい、さてこの番組タイトルセカンドベースですが、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ、2人とも俳優として、まあ、セカンド、まあ、次ですねのベース土台になるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。では前回に引き続きまして、まあ、ここでいよいよ22日に迫った浩司くんが出演する舞台の情報についてお話しいただきたいと思います。はい、恐れながら、宣伝させていただきたいと思い、告知をさせていただきたいと思います。はい、今月の12月22日に、開演は、12時と17時の、計2回公演で、場所は、昭和音楽大学、テアトロジーリオ昭和というホールで、2019年度、昭和音楽大学音楽芸術運営学科ミュージカルコース舞台スタッフコースの、卒業公演スーシカルが、放送、上映されます。はい、そちらの方に、私的場浩司が出演させていただきます。頑張りたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、前回ねなんか僕が喋りすぎちゃったせいであまり告知ができなかったとクレームが来たので、まあ、今回、はい、ね、ありがとうね、準備できたかな。はい、2回もやらせていただいてありがとうですね。じゃあ頑張ってね本番。はい、ありがとうございます。はい、それでは今回最初のコーナーはモッケダの山形のコーナー。このコーナータイトルにつけていただいたモッケダノは山形の方言で、ありがとうという意味で、標準語に直すと、ありがとう山形ということで、僕のふるさと、山形の魅力を、ご紹介させていただくコーナーになっております。今回はですね、僕自身がこう山形に住む山形の魅力観光を伝えるのではなくてですね、うん、山形に住んでる人の暮らしについて、うん、冬の暮らしについてお伝えできればなと思います。はい、ちなみにあの山形県はですね、あの新潟県と同じように、うん、冬は、豪雪地帯になっておりまして、うん、毎年かなりの量の雪が降ります。うん、でですね、ちなみにあの僕の実家があの山形県の酒田市っていうところで、うんうん、あの山形県で見ると日本海側に属しているので、うん、実際その他のところよりもあの降雪量っていうんですか、あの雪が降る量っていうのは少なくなっております。うん、で、日本海についてじゃなくて申し訳ございません。雪下ろしと雪かきっていうのはご存知でしょうか。うん、雪かきでしょ。そうです、うん、雪を分けるやつでしょ。そうちゃんとした意味っていうのは分かりますか。雪下ろし雪かなんだろうね。実はですね、うん、ちょっと違いがありまして、雪下ろしっていうのはですね、うん、まあ、屋根が積もった雪を下ろす、屋根が積もったってこと、屋根に積もった雪を下ろすっていうのが、うん、まあ、雪下ろし、うん、という、まあ、そういうのがあの雪国だとよく見られる光景ではあるんですけれども、雪かきは、雪かきというのはですね、うん、あの道路などに積もっている雪をこう邪魔にならないところにかき出すこと、うん、だから雪をかき出す、だから雪かきと言われております。ね、そうですね、あの毎年あの雪かきは本当に毎年の恒例行事となっておりまして、僕の懐かしい話というのをさせていただきますと、僕 の, あの小学校からだいたい高校生ぐらいまでですかね、うん、あの毎朝、うん、その冬になるとやっぱりすごい量の雪が降りますので、うん、毎朝そのおばあちゃんと一緒に雪かきをするんですよね。うん、おばあちゃん大変だね。いや、おばあちゃんも率先してやっていきます。あ、すごいね。もう自分からっていうか、もう本当は僕たちがやらないといけないのに、若いものがね、もっと早い時間から起きてやってくれさるので、でもそこに後から合流して何回かこうやっていくっていうのがすごい今でも思い出に残っているところではあります。ちなみにその雪下ろしっていうのは、あの酒田、僕の実家の話で申し訳ないんですけれども、実際僕雪下ろしっていうのはやったことがないんですよ。実際そのあの雪下ろしをするまでの降雪っていうのは酒田市だと、酒田市というか、まあ、僕の実家だと今までなかったので、雪かきだけしか経験してないんですけれども、ちなみにこの雪下ろしをする理由、屋根から下ろす理由っていうのは、うんうん、まあ、もちろんその屋根に
その雪の重さがかかってこう耐えきれずに破損してしまうっていうのが、まあ一般的にこう考えるところではあるんですけども、もう一つすごい大切な理由がありまして、その積もった雪がですね、積もったままにしとくと、もしその下を歩行者とか誰かが通った時に不意にそれが落ちてしまうことがある、戻さなくても落ちてしまうっていうところで、まあそれが怪我につながったりですね、もう最悪その雪に埋もれてしまって、まあ、死亡してしまうっていう事故も、まあ、ありますね。それらを防ぐために、まあ、雪国では雪を下ろす、雪下ろしをするっていうのが毎年の恒例になっております。恒例というかもう大事な、ね、大事なことですね、はい、そうだね、はい、であと、まあ、雪下ろし雪かきはそこまでにして、話はね、はい、はい、話はそこまでにして、こう雪で僕がすごい幻想的だなと思いますか、こう好きな風景がありまして、はい、それは雪に冬になるとこう雪が降っている時はこう月の光が差してくると、その光が雪に反射してこう周りがすごい白く輝くんですよね。だから深夜、普通こういった夏場とか懐中電灯ないと歩けないじゃないですか、でも実際その冬とかになると、実際それらがなくても懐中電灯がなくても、それ歩いて回れるっていうのが、月明かりだけで、月明かりだけです。特に満月の時はものすごい光なので、あ、まあ、僕のね、近くが、僕の家の近くがその木々がなかった、その影がなかったっていうのもあるんですけれども、なるほど、でも本当にその風景っていうのはぜひ見てもらいたいところです。確かに、はい、今回は、その風景、雪下ろしについてご紹介させていただきました。はい、ぜひ冬の山形を体験しに来てください。はい、以上、もっけだの山形のコーナーでした。続いてのコーナーはお楽しみプレステージのコーナー。さて、このコーナーは甲子くんが、まあ、月のですね、前半の放送で担当してくれている、はい、まあ、今月のプレイリポートに連動する形で、まあ、甲子くんが、まあ、これから見に行こうと思ってる舞台などの上映情報を、まあ、彼の好みというか、まあ、いわゆる独断と偏見でご紹介してくれるコーナーです、はい、ということでよろしくお願いします。はい、毎回独断と偏見で申し訳ないんですけれども、はい、今回ご紹介させていただきたいのは、2つの作品になっております。はい、一つ目の作品は、私たちは何も知らない。ほう、日時はですね、11月29日から、12月22日まで、場所は、東京芸術劇場の、シアターウエストっていう方ところで、上映されております。出演者は、朝倉あきさん、藤野涼子さん、大西彩香さん、ほか、多くの方が、出演されております。はい、僕がこの作品を拝見したいと思った理由は、この舞台のですね、はい、この、題材になっているものが青鞜と言われまして、明治から昭和にかけて、清塚来朝さんを中心に出版されたこう女性雑誌なんですけれども、その雑誌を題材に掲げた作品になっております。僕この青鞜というのを小学校の時に学校の授業とかで習いまして、その女性の立場が確立してない当時の状況から、その女性の権利を主張した文集、その先駆けとなった作品っていうことを覚えてたんですよ。そういった内容が書かれている、そういった影響力があったものだっていうことを知ってたので、それを作ってる、それを題材に作れたその作品をですね、この舞台で拝見したいと思いまして、今回選ばせていただきました。なるほど。そして2作品目はですね、はい、神の子という作品です。はい、日時は12月15日から12月30日まで、場所は本田劇場、下北沢にある劇場になります。はい、出演者は大森奈緒さん、長澤まさみさん、でんでんさん、江口のり子さん、他多くの方が出演されております。はい、僕がまたこの作品を拝見したいと思った理由はですね、はい、こうチラシをよく配られてるじゃないですか。 その中でこうあらすじを読んだ時にものすごく惹かれたんですよね。おうおうおう。っていうのはその書き方がもうなんか特殊と言いますか、ちょっとその一文読ませていただきたいんですけれども、世田谷の狭い道をフェラーリが走る、
自転車の老人がうるせえなとつぶやきアスファルトに唾を吐く、まあ、この先もずっとずっとずっとこうあらすじが続いていくんですけれども、うん、こういったこう小説のようなあらすじのものってあんまり見たことないなっていうところと、うん、 ね、あらすじでね、はい、うん、でそのチラシのですねその表紙あの、うん、写真といいますかこう、うん、なってるのが、うん、本当にですねこうちょっと心惹かれる、うん、なんかこうちょっとクールな感じといいますか、本当にかっこいいチラシだなって思いまして、チラシだなと言いますか、まあ、それを見てね、はい、うん、思いまして、うん、見に行かせていただきたいなと思いました、うん、またですねこの本田劇場っていうところが、本田劇場はですね、以前以前違う作品を拝見しに行かせていただきまして、うん、その時になんかすごいとても素敵な劇場だなと思いましたので、うんうん、また行かせていただきたいなと思ったのでこの作品選ばさせていただきました、はい、以上2作品になっております、はい、以上お楽しみプレステージのコーナーでした。スペシャルゲストのコーナー、改めまして現在放送中の番組サードベースは安田雅史と的場浩司でお送りしております。さてここからはスペシャルゲストにスタジオにお入りいただきました。今回も、新人さんにお越しいただきました。新人女優の小久保亜美さんです。プラスボックス所属新人女優の小久保亜美です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、冒頭でサードベースになったのはまあねこのね亜美さんが来たからということで、はい、で実はですね、まあ、小久保さんは、先月事務所の先輩佐藤美久さんの配信番組 MeToo ショーに、まあ、ゲストとして初出演したということですが、まあ、その時はいかがでしたか。いや初めてのお仕事だったんですけど、はい、すごく緊張してしまって、うん、でもその先輩である美久さんがすごいもうフォローをしてくださったので、うん、なんとかもう最後までやり遂げることができました確かに美久さんのねすごい、はい、あのね僕たちよりもね対応力じゃないけど、ね、すごいからね、はい、今回もねもう俺たちでね頑張っていこうかね、頑張っていこうと思う、はい、ね、行こうね、お願いしますお願いしますってもう毎回言っちゃってる気がする。そして前回ゲストでご出演いただいた同期の新人西本光大さんのラジオを聞かれたそうですがどうでしたか。いやもう同期でもうあの西本さんも初めてのラジオ番組の出演とことなのにすごい喋れていて、はい、私も負けてられないなってちょっと火がつきました、うん、おじゃあ今やる気満々ということで、まあ、やる気満々です、はい、じゃあ空回りしないように、ね、はい、すごい空回りいや頑張ってって言うのね、うん、あまり 前のめりになるのよくないなっていうことでね、はい、まあね、ということでね、まあ、しかしながらね小久保亜美さんも、まあ、ラジオはね初出演ということでね、まあ、おそらくまだ緊張してないね、いや、してますしてないよ、してらしいのですが、まあ、新人の皆さんにというか、まあ、僕も、まあ、ラジオ始めた頃、まあ、自分で言ってましたがラジオを聴くの皆さんに、まあ、名前だけでも、まあ、覚えてもらえるように、まあ、頑張ってください。はい、わかりました。よろしくお願いします。ということでね、まずはじめに子供の頃どんな女の子でしたか。うん、今と変わらずよく食べて、うん、よく笑って、うん、元気で活発な、うん、人前に出るのが好きな女の子でしたね。確かにすげえ想像つく想像つきます、ね、そうですね、なんかイメージ通りっていうのは、ね、変わらないと思います前にね実際に、はい、今、本格的に芸能活動を始めたわけですが、はい、芸能活動芸能界に入ろうと思ったのは、いくつぐらいの時なんでしょうか。本格的には、まあ、高校卒業してからなんですけど、はい、まあ、その前から、うん、幼い頃から、うん、人前に立った時に注目されるのってなんか気持ちいいなっていうことで、昔から芸能界にはずっと興味を持っていました。なるほど、はい、で事務所に入ったその経緯とかは、まあ、ご縁がありまして、はい、その事務所のプロデューサーさんとお話をして、うん、今事務所の多分社長さんだね、社長さん、あ、すみません、社長さんとお話をして、はい、まあ、ご縁があって所属させていただきました、うん、実際にこう入ってみてどうでした。まあ、こうやってラジオ番組に出演させていただいて、うん、目の前でこう先輩のお仕事ぶりを拝見できて、うんうんうん、直接的にこういう具体的なお仕事内容が分かったりとかもして、うんうんうん、まあ、自分の、うん、なんだろう、
火がつきます。また火がつくね。結構あれ火がつきちゃう、火がつきタイプ、つきがちなタイプだね。なるほどね。絶対緊張してないでしょ。してます。僕の方がしてるから、ね、逆になんで小橋くんがしてんだよ。ということでね、じゃあね、火がついたということで、はい、はい、じゃあ将来はどんな女優さんになりたいですか。将来はあの人に影響を与えられる女優さんになりたいです。あの元気や笑顔など、まあ、そういうプラスの、はいはい、と、はい、火がつけられるような火が、まあ、そうですね、火がつけられるような。ちょっと押しすぎたね、ごめんね。今、はい、ちょっと話が変わって申し訳ないです、はい、ご自身が考えられてる、はい、考えられるこうチャームポイントって何かありますか。うん、そうですね、うん、笑顔ですかね。あ、そうだね、まあ、よく笑ってしまうので、これがチャームポイントになるかなと思います。うん、ラジオね、お聞きの皆さんにはね、ちょっとわからないと思うんですが、まあ、ぜひね、YouTube で、映像配信版、アップされていますので、まあ、そこでね、この国防アミさんのね、はい、どんな笑顔をする子なのか、もう見てほしいね、コシ君。ハードルが本当にいいですね。もう、いや、本当に魅力的な笑顔で、本当にこれはぜひ見てほしいなって僕は思うんだけど、コシ君はどう思う？いつでも笑ってる。いつでも笑ってるってそれは逆に失礼じゃん。いやでもいつでも笑ってる方ってやっぱりいらっしゃるじゃないですか。こう雰囲気が一緒にいると明るくなるみたいな、ね、うん、でもなんかそういう方なのかなっていう。あ、そうだね、多分そこがね、チャームポイントだね。チャームポイントですね。笑顔が素敵ということで、ぜひ覚えていただければ。はい、そしてですね、これはまあ前回の、まあ、西本光大さんや、まあ、お越しいただいた芸能関係の、ゲストの方に必ずと言っていいほど、まあ、僕が聞く質問なんですが、まあ、アクセント、まあ、訛り、方言というのはどういうふうに克服したんでしょうか。まあ、私自身茨城県出身なんですけど、まあ、やっぱり訛りが、まあ、出ちゃうということなので、実際にドラマや映画など拝見させていただいている中で、セリフの言い方とかを、まあ、女優さん俳優さんの実際に拝見して勉強させていただいてます。あ、繰り返し言ったりとか、はい、まあ、真似させていただいたり。なるほど。僕はあのお聞きしたように、あのふるさとが山形なんですけれども、うん、あのすごい思い入れが毎回言ってるようで、ね、すごい思い入れがありまして思い入れがありまして、国母さんはこうご自身のご出身の茨城県についてこうふるさと自慢なんかあったら、なんか、あ、でも栃木の方がいらっしゃいますので、ね、お隣の県の仲いいから ね、 そうですね、あれもライバル視なんてしてないよ。だから僕ここに挟まれてる感じ、ね、少し。ちなみにありますか、自慢とか。はい、自慢は、まあ、茨城といったら納豆と思われがちなのですが、うん、茨城県は他にもメロンや白菜など、うん、もう農産物がたくさんありますので、うん、食べ物には困らない県だと思います。困らない、まあね、美味しいものいっぱいあるからね。美味しいものいっぱいなので、確かにね、はい、食べ物に困らない。ね、すごい。じゃあ その中でさ、なんか好きなものとかあるの、その今出てきた中で。メロンとかやっぱよく食べるの？メロンよくは食べないですね。あ、納豆は好きですね。あ、納豆、あ、はい、なるほどね。じゃ結構食べるの、その納豆、小さい頃から納豆はよく食べるの？水戸納豆、なんか普通におかめ納豆になっちゃうんですけど、でも納豆ね、その市販、はい、焼きそばに入れたりとか、カレーに入れたりとか、何でも入れるんだ。何でも入れます。あ、なるほど、はい、すごいな、ね、納豆好きっていうのがね、そういう文化なんですかね。どうなんだろうね、納豆入れるっていうのは、ね、その家なのか好みなのかわからないけどね、うん、じゃあね、その茨城県のね、はい、自慢をさせてもらいましたが、ちょっと、何自慢をさせてもらいましたこういうことですか。栃木県のなんかありますよね。ない全然、もう今回はね、ゲストの、ね、持ち上げないといけないから。そうだよ、栃木は黙ってろっていうことで、今は我慢して本当はね、ちょっとねしたいけど、まあね、やめときましょうということで、ね、はい、話を戻しまして、好きな女優さんとかいらっしゃいますか。小池栄子さんなんですが、はい、まあ、現在放送中の日本テレビで俺の話は長いに出演している小池栄子さんなんですが、生田斗真さんと の、 この会話劇 の、 この演技がすごい引き込まれて、セリフだけであんなに人をこう影響させる力があるのかって、まあ、
現在ご拝見させていただいて思うんですが、うん、それを見て、まあ、憧れでもあり好きでもある女優さんですね。あ、なるほど。だから、はい、その先ほどあのどんな女優さんになりたいかってことで、うん、はい、その見ていただいた方に何か与えられるっていうのにつながって、はい、出るっていうことでいいのかな。そうです、つながってました。つながってる、つながってるね。よっしゃ、よかった。笑顔でね、笑顔で確かにね、はい、笑顔が素敵だとね、すごい、うん、あのその見てる人もね、いいね、なんか幸せじゃないけどね、いい気分に なれるからね。嬉しいです。そこはね、多分本当にあの伸ばすって言い方ちょっといいか分かんないけど、笑顔を伸ばす、まあでもそこはね、あの本当にチャームポイントだと思うから、ね、はい、やっていきたいとね、やって ね武器にしていきたい、ね、他にある、ね、その笑顔以外に、笑顔以外に、笑顔よく食べる以外、以外に、あ、手が綺麗って言われた。見えないそう、ね、どうすればいいんだろう。実際にあの手がなんか女の子らしい手って言われます。形が、あ、確かにね、指とかね、細いけど長いみたいなね、うん、なんて言えばいいんだろう。小さい方ですか。あ、小さい方です、かなり。なんで、ね、こう女の子からしても可愛いって、女の子らしいってやれます。ぜひね、もしね、ドラマとか映画とかに出たらね、手もね、手も見て、手も見てほしい。ていうか今まで言ってるところさ、全部ラジオじゃ伝えられないから。そうですね、笑顔ぐらいか、笑顔とか笑い声ぐらいかな、笑顔の中でも。そうですね、笑い声を聞ければね、笑顔が分かりますから、ね。多分ね、これ聞いているリスナーの皆さんもね、多分ね、うん、この小久保さんのね、笑い声って言い方なんか失礼だね。なんかね、すごい元気なね、声を聞けて、多分ね、すごい力になってると思うからね、うん、それだけでも多分今その将来のなりたい女優さんにちょっと近づいてると思うよ。ありがとうございます。だからラジオを通して、まあ、今回ラジオっていう声だけだけど、うん、はい、こうやってね、そのいろんな人に伝えられてるっていうのはすごいことだと思うから、何を喋ってる、何を語ってるんだ。聞き惚れてしまう。ちょっとニヤニヤしちゃいました。いやいや、そういうこと言うな。知れるではないか。そういうね、女優さんになってもらいたいと思います、はい、では、最後に、はい、最後ですかね、うん、ラジオをお聞きの方にメッセージがありましたらどうぞ。はい、はい、で改めまして、プラスボックス所属新人女優、小久保亜美です。はい、まだまだ未熟な私ですが、はい、これから成長していく姿をぜひ見守っていただけたらと思います。、はい、小久保亜美をよろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、まあ、今回小久保亜美さんをゲストとしてお招きいたしました。まあ、ぜひですね、さっきから僕が言ってますが、笑顔が本当に素敵で、まあ、手もね綺麗だということなので、まあ、ぜひこのリスナーの方々は声だけじゃ本当にその彼女の魅力は伝えきれてない部分が多いに、ね、大部分にあるので、 YouTube のね、映像配信版ぜひ、見ていただきたいなと思います。以上、スペシャルゲスト小久保亜美さんのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、info@plus-vox.com、 セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということで今回コシ君どうだったでしょうか。はい、前回西本浩大さんと、うん、あと今回小久保亜美さんが出演されてくださったんですけれども、はい、そのどうしてこの芸能界を目指したかっていうのが、うん、それぞれあるじゃないですか、うん、そうだね、そういうのを聞いてると、なんかこうこっちが感化されるというか、今も持ってるこの感情といいますかね、うんうん、その芸能界なんで目指したかっていう、その初心に戻るところとか、すごい思い出すね。ゲストが来てくださると思いますね。安田さんも思いますか、そういうところ。まあ、思うと思うよ。思うと思うよ。思い出す、うん、思うすごい。ああ、でもこういう懐かしいなっていうのは部分はある、うん、ああ、俺もな、負けてらんねえなっていう方が俺はちょっと強いけどね。負けてらんねえ。まあ、そうですね、茨城の方も来られましたしね。まあ、それもあるけどね、いろんな方ね。はい、はい、ということで、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕、安田雅史と的場浩司でした。皆さん、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。